こんにちは、クロスフィット宝塚ヘッドコーチのヨシです。そうですね、今回はこのマーストレングスさんの中国ウェイトリフティングテクニックのビジュアルガイドをちょっと細かくね、皆さんに紹介したくて、動画作りました。こちらの本、まあ簡単に言いますと、一つのページに、まあそのテクニックのポジションの説明ですね、説明があって、でよくある間違いで、そこからそこをどう直していくかっていうのが一つのページに書いてあって、それに関係する、画像が横のページに載ってます。なのでこれ、まあとても見やすいんですね。あの PDF 版ももちろんあるんですけど、この原本の方が、自分の経験上見やすいし、イメージを見ながら説明を読んだり、自分がやってる時ね、皆さんあの自分のフォームチェックするために動画を撮りながらやる方多いと思うんですけど、自分の動画をチェックしながら、本の中の画像とポジションを比べたりしていけるので、でそこで、あ、じゃあ僕はちょっと今膝の向きがおかしいんだなと思ったら、じゃあそこをどうやって直すかとか、すべて、まあ意識するポイントとか、あとは指導者の人はね、どうキューイングしたらいいかとか、あとこういった補助種目で改善できるとか、そういうのをすごい細かく書いてます。もうこれ200何ページですね。だからスナッチだったらスナッチのもうスタートポジションからファーストプル、細かくね、膝の向き、肩の、肩と腰の股関節の関係性とかも、僕個人的でももう結構ウェイトリフティングとクロスフィットの経験はもう5年以上になるんですけど、まだ自分でも知らなかったことをたくさん学べましたし、この本をね、読んでから指導力がかなり、伸びたと感じてます。結構経験のあるウェイトリフター、クロスフィッターの方でもパッと見て、あ、ここがおかしい、じゃあこうしましょうっていうのがすぐ出てくるようになったんで、この本はものすごく、ウェイトリフターの方、クロスフィッターの方、指導者の方ですね、例えば陸上の選手とかもね、結構ウェイトリフティングの種目で瞬発力とかを鍛えると思うんですけど、そういった人たちね、にも指導者の方にも、まあ、非常におすすめの本です。で、一応これ、僕とインスタグラムでつながってる方は僕の、プロフィールのリンクから URL からもう日本語の商品ページに飛んでもらえるので、それが一番楽だと思います。あとはもうマーストレングスさんのホームページですね、www.chineseweightlifting.com ですかね、行ってもらったら、商品ページに行きます。ただ英語がちょっと苦手な方はね、僕のプロフィールから飛んでもらったらすぐ日本語ページに行けますので、本当におすすめですね。最近あったね、ウェイトリフティングのアジアチャンピオンシップでも今回また中国が圧倒的だったので、やっぱり一番結果を残している選手たちがどういうテクニックを使っているかっていうのはとても参考になります。皆さん、もし何か質問とかあればいつでも、連絡ください。よろしくお願いします。